皆さんこんにちは、ナナン番組のナナンです。これ昨日の動画のままなんですけど、昨日は高いポニーテールで綺麗にやるっていう、そういう感じの動画出したんですけど、今回は綺麗にやるポニーテールの仕方を教えたいと思うんだけど、髪が痛い、本当に痛い。うわ、何これ、え、どうなってるの、ねえ、ボサボサした。だから今日はそのあんま高めじゃない方がね、その高めてなかったら綺麗に誰でもできるんで、やってみましょう。はい、用意するものはゴムと、ちょっとまあ髪が短い人とかでもできるようにちょっとピンを何個か用意してきました。まず用意するものはブラシ。ブラシはねすごくいいよ。特にこの全部ねこうねなってるやつ、100均に売ってます。これ100均じゃないけど、これは100均じゃないけど、でも100均に売ってます、この形は。あとはこのこれ、これなくてもいいです。前髪がない人は一緒に入れちゃうか、入らない人はもうバシーって全部止めていくかです。私は今日前髪がある人なんで、はい、こうします。で、前向きます。綺麗できてない、これ結構綺麗できてると思います。そしたら次横ですね。横ね、私はじゃあピン止め2個止めようかな。1個で済むかも。でもはい、こういう感じです。これやりがち、こうすればいいのか、鏡でやりがちなやつ。これウィンクもできないやつですね。一つ目こそ、こんにちは。これ結構変わってないこれいそう、こういう妖怪。あれ、あの納豆の人みたい。以上、See you next time.